はい、51日目のドラム練習です。おはようございます。だいぶスティックがボロボロになってきたんで、新しいスティック買ってきました。よし、新しいスティックいいっすね。で、前回の動画でプレゼント企画の話もしまして、そのプレゼント企画用のスティックも10セット買ってきました。今ちょっと忙しいんですけど、もう少し手が空いたら彫刻していこうかなと思ってます。というわけで練習始めます。昨日はダブルパラディドルの応用フレーズまでやったんで、今日は90ページリバースパラディドルディドル、リバースパラディドルディドルの応用フレーズをやります。おー、10分後、目標テンポ130、なんとかかんとか形になってきたっていう状態。じゃあこれで第3章終わりで、ここから第4章に入っていきます。第4章は世界の有名リズムパターンっていうことらしくて、まずトレインビートからですね。焦らずゆっくりから練習しよう。アクセントのメリハリをコントロールする方が重要。了解っす。15分後、目標テンポ120。すごい速いけど、まあなんとかなんとか。じゃあまた次のページに行きます。92ページ目、ソカビート。難易度は星3になってますね。なんか星3でもたまにめっちゃ難しいやつあるしな。人によって難しさが違うのかもしれないですね。ウッタカトッタ、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 ウッタカトッタ。20分後、目標テンポ100。右3つがきついですね。じゃあ多分今日はこれで最後ですね。93ページ、レゲエビート。今日これで最後かな？星3つだ。もう2ページ行くのかな？アクセントとともに体を落とすイメージで叩く。20分後、簡単に見えそうで全然うまくできなくて、特に左側できなくて、結局目標テンポ120のマイナス10で110の状態です。というわけで51日目のドラム練習でした。あと7ページやったら終わりです。うわ、もうほんと目の前ですね。今日51日目なんで、まだ60日目までもう少し余裕ありますし、最後に結構難しくなるっぽいんで、まあ焦らずやっていこうと思います。まあ問題はこのあと7ページ終わった後の練習曲ですね。これがそう簡単にはいかないはずなので、練習曲1、2ぐらいまではもしかしたら、あ、ちょっと通せたかなとかなったりしないかなと思ってるんですけど、3からは多分無理なんですよね。パラディドルがガンガン絡んでくるので、そこがなーっていう。でも練習曲4になったらもうなんか謎のことになってきますし、
だから練習曲4つ含めるとあと11ページ。で、残りがあと8日間 ?9 日間ぐらいあるんで、まあ明日もちょいちょい進めながら、最後パッド練習曲は1日1曲やってって、ジ・エンドっていう感じですかね。今日はそのとこです。お疲れ様でした。